この動画では Gate.io のアカウント開設方法や KYC 申請の方法について解説します。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンのハッチンです。今回も暗号通貨取引所の紹介になりますけど、 Gate.io ですね、こちらがですねかなり NFT ね力を入れているということで、でね、別の動画で紹介しているこれですね、NFT のあずきというねプロジェクトがあるんですけれども、これのフラクショナル NFT というものをね発売しているという面白いことをやってるなということなんですけども、フラクショナル NFT って何かって言いますと、これですね、この NFT、まあ、今ね12イーサーするんですけれどもね、12イーサー結構なお値段なので、これをまあ保有するにはちょっと高すぎるなということで、これを1000個に分割して、ね、で1000分の1をこの、ね、14USDT で販売しますよと、ね、だから1000枚販売しますよということで、で、ね、1人で、まあ、12イーサ出すのは大変だけれども、みんなで14ドルずつ、ね、集めて、まあ、これを所有すると。だから、なんですかね、分譲マンションみたいな感じですかね。はい、なので、はい、これがね、後々、こう、売った場合には、例えばこれが24イーサで売ったとすれば、その倍の利益、ね、買った時の倍の値段で売ったということで、その差額が購入数に応じて分配されるとか、まあそういう感じなんですかね。はい、なので、これからね、このフラクショナル NFT の保有方法って、ね、増えていくんじゃないかと思いますけれども、すでにですね、これかな、はい、こちらが、ね、メイクということで、ベイクの、ミュータント化した、ね、この NFT がかなりこちらも高額がついていて、まあ、それを、1000分割して、ね、所有したということで、なので今回の小豆がまあ2つ目のフラクショナル NFT の第2弾ということになりますと。でこれを購入するためにも、まあね、ゲート NFT での、まあ、登録が必要ということになります。でゲート NFT、ゲート IO ですね、ゲート IO がもうゲート NFT というふうにこうマーケットプレイスをねもう作ってるということで、かなりねもう NFT に力を入れている取引所というのがねよくわかりますよね。はい、で先日もねこちらですね、暴走東京と、まあ、ゲート ID のコラボの、エアドロップ、こちらはホワイトリストのエアドロップですね、をやっていたりということで、もうかなりですね、NFT と、あとは日本ですね、日本に対して、かなりアピールしてきているということで、こちらの Gate.io のね、ウェブサイトも、結構ですね、海外の取引所のウェブサイトって、Google 翻訳しただけの日本語みたいな感じで、日本語がね、ちょっとおかしかったりするんですけども、こちらはね、本当に日本専用で、はい、ウェブサイトを作っているようなので、かなりね日本人にも使いやすいんじゃないかと思います。ということでね、今後、NFT の、まあ、エアドロップとかフラクショナル NFT の購入とかをね考えている方には、やっぱりねゲート IO アカウント作っておいた方がいいんじゃないかということで、今回ねその作り方を紹介していきたいと思います。はい、それではね早速アカウントの開設方法を説明していきます。まずね、いつものように QR コードをアクセスしていただくか、動画の概要欄にね、URL 載せておきますので、そちらからアクセスしてください。はい。そうしますとね、この画面が開くと思いますので、はい。まずはね、メールアドレスと、あとはパスワードを入力してください。で、利用規約、ここにね、ありますので、このユーザー同意というところをタップすると、利用規約出てきますので、まあ、確認していただいて、問題なければチェックをしてくださいと。はい。でね、入力できましたら登録というところを押してください。はい、そうしますとね、ロボットでないことの確認ということでポップアップでねキャプチャー出てきますので、はい、うまく処理してください。はい、そうしますとメールが送られたということでね、メールに記載されてある認証コードを入力してくださいということで、まずメールを確認しますと。でメールの中に記載されているこの番号ですね、6桁の番号をこちらに入力していきますと。はい、で入力しましたら確認と押してください。はい、でそれでもうね、アカウントの開設自体は完了しますので、まあ、こういう画面、ね、Gate.io へようこそとなりましたら、アカウント
解説は完了しています。でここからですね、まだ2つね手順がありまして、アカウント開設しただけだと本当にね何もできないので、取引とかね、あとは NFT 購入とかフラクショナル NFT のね購入の参加するときには、まず入金するのに、2つの手続きがいりますので、そちらもね合わせて解説していきます。はい、まずね1つ目として、 KYC1 というものの申請が必要になりますと。はい、でこちらがですね、まずねトップ画面でこの人のアイコンですね、こちらをタップしてくださいと。はい、そうしましたらねこういうメニューが開きますので、ここで ID 検証というところがありますので、こちらを、はい、タップしてください。もしくはねここに今すぐ KYC を行うと出てますので、こちらをタップしても、はい、こちらに飛びます。はい、でこの画面でここですね、ID 検証で皆さん多分個人だと思いますので、個人のところの今すぐ認証というところをタップしてください。はい、そうしましたらこんな画面になりますので、ちょっとね下の方にスクロールしていただいて全部表示させますと。で入力するのはねそんなに難しくありません。まず国を選んでいただいて、で私はね今回運転免許証でやりましたので、ここねクリックしていただいて、まあ、パスポートなり運転免許証なりを選んでいただいて、で運転免許証を選んだ場合はねこちらに見本ありますけれども、まず ID 番号、運転免許証の番号を入力しますと。であと生年月日はね皆さんの生年月日、はい、入力してください。で名前はですね、最初私ね漢字で入力したらエラーが出てしまって、ここはねローマ字でいいようです。なので、ね、この見本だと日本花子って書いてありますので、花子日本というねあのローマ字で入力すれば問題ないです。はい、で日本というところですね、はい、選んでいただいて、でこれで問題なければ確認して送信というところを押してください。はい、そうしましたらねロボットでないことの確認が出ますので、はい、クリックしていただいて、はい、でこういった画面になりますと。でこれでね申請承認待ちですということで、まあ、しばらくお待ちくださいということで、どれくらいですかね。はい、私はこの時計を見るとまあ半日くらい、6時間くらい待ったってことですかね。はい、6時間くらい経つともうね KYC 認証が完了しましたということで、こういう画面になっていれば、はい、無事認証が完了ということでね。運転免許証写真を撮って送らなくてもね番号だけ入力して送ればいいということなので、結構ね簡単だと思います。はい、ちょっとね運転免許証の手元にないと番号すらわからないっていうのはあるんですけれども、まあ写真撮らずにね番号の入力だけで KYC1 は通ることができるので、これでね入金とか取引ができる準備が整いましたと。であともう一個ね手順が必要なので、そちらの手順もお伝えします。はい、ファンドのパスワードの設定が必要なので、そのやり方をね解説していきます。はい、まずこちらですね、最初に資金パスワード、これがファンドパスワードですねの、設定をしてくださいということで出ていると思いますので、こちらをタップするか、もしくはねこのメニューの上の人のアイコンからこのセキュリティ認証というところね、まあ、どちらかタップしてください。はい、そうしますとね、こういう画面ね認証の画面になりますので、下の方にずっとめくっていただくと、パスワード管理のところに資金パスワードというところがありますので、こちらを設定ボタンを押してね変えていくことになります。はい、で資金パスワードということで同じパスワードをね入力してください。で注意していただきたいのが、ログインパスワードと同じものにはしないでくださいということなのでね、そこを注意してはいパスワード設定してください。はい、でパスワードを入れてから、まずねこのコード送信というボタンを押してください。はい、そうするとねこんな感じでメールが送信されましたということで、メールの方に認証コードがまた届いてると思いますので、はい、メールの方をね探して開いていただいて、このコードですね、このコードをこちらに入力して、はい、そして決定して変更というところを押してください。はい、そうするとねまたこうさっきと同じようにこう緑色のバーで変更しましたと出ると思いますので、はい、確認はですね先ほどのねパスワードの管理画面のところを戻っていただくと、ここですねこの資金パスワードの横にこう1時間前と、ね、いうこの文字が出ていたら、ちゃんとね設定できたということなので、これでやっとね入金とかあと NFT の購入とかできるようになると思います。で確かですね110万 USDT までは
ね、KYC1 でできますので、それ以上の金額を扱う場合は KYC2 という作業が必要になりますと。で、KYC2 は何が必要かっていうと、ね、免許証の、写真を撮って送ったり、免許、住所ですね、住所とかを記入するということなので、はい、ね、10万 USDT 以上取引しないよという方はですね、KYC1 だけでかなりね、できると思いますので、はい、やってみていただけたらと思います。はい、ということでね、今回はゲートアイオーですね、かなり NFT に力を入れている取引所で、まあ日本語対応もね、しっかりしているということなので、これからね、NFT、どんどんやっていくという方は作っておいた方がいいんじゃないかということで、紹介しました。